肩ロース、これは、バラ半々ぐらいにして、量はあのお好みですけど、400g。ちょっと油多いかな。これで 400g あります。そして長ネギのみじん切りと玉ねぎのみじん切り、炒めていきます。ごま油大さじ1、にんにく1かけ分、で生姜1かけ分、塩小さじ2分の1、一旦火を止めます。まずここを、ここでこうでした、混ぜます。一旦火を止めて混ぜます。次にお酒、そしてお醤油、黒砂糖、再び火をつけて500cc ほど入れます。アクを取ります。
このまま煮ていきます。ベトナム風春巻きを作っていきます。ごま油、豚肉なんですけど、今日間違えて合いびきですけど、どちらでも大丈夫です。春雨、長ネギ、お酒、お砂糖、お醤油、オイスターソース、汁気がなくなるまで炒めたら火を止めます。春巻き巻いていきます。斜めにして、ギュッと細めに巻きます。巻きました。で、お豆腐のサラダを作っていきます。これお水にお塩を小さじ1ほど入れて塩水を作っておきます。そこにお豆腐を切ります。お水につけていきます。5分つけます。野菜を切ります。油揚げ、
し。電子レンジで2分ほどチンします。こういう状態で、600ワットで2分ほどチンします。トマト、みょうが、タレを作ります。お醤油、それからおろし生姜、ごま油、ちょっとお醤油、タレ完成です。先ほどのお豆腐、よく水を切っておきます。パリパリになった油揚げです。お肉が十分柔らかくなって、仕上げにお酢を大さじ1杯ほど入れて味を締めます。はい、完成です。あー、ガーリックのいい匂い。ここに塩小さじ2分の1ほど、枝豆、
はい、完成です。春巻き揚げていきます。本当にご無沙汰してしまいましたが、本当8月の半ばになってしまいました。すいません。今日は、ルーローハンとベトナム風春巻きとお豆腐のサラダ、そして枝豆のペペロンチーノ、うん、枝豆美味しい、よかった。はい、お豆腐、はい、プリプリだ。編集すいませんが、大変でしょう。お願いします。そこ、ちゃうちゃうちゃう、普通にやる。あ、危ない。はい、いただきます。いただきます。スタッフの稽古だから。忙しいね。うん、どう、よかった。ムローハンどうかな、久しぶり。うん、おいしい。手元だけですが、うん、この、ルーローハンもそれからベトナム風の春巻きも YouTube で一回見たことがあるんだけど、うん、動画が あったよね。あったのね。細かく詳細はぜひ動画を見てください。あ、今日は久しぶりに撮影したのでちょっと段取り悪かったけど、マミちゃん編集すいませんけど、冬ぐらいの動画が、あ、そうそう、編集してないやつが、そうなんですよ、これから出るかもしれないです。すいません、はい、頑張って、はい、ではまた皆さん、これからもよろしくお願いします。